え、置いたよ。いいや。それで4日完璧だ。はい。何あ、もう覚えてた。ごめん。おはようございます。プロレスラー放送事故みたいな。はずいわ。ありがとうございます。あのね、YouTube の NG 集とか放送事故集に取られちゃうこと。やばい、ね。切り抜きチャンネルが。いや、それなんかネットのやつじゃねえのみたいな。ネットのニュース番組なんか地上波みたいな感じで流してるけどみたいな。ありがとうございます。作ったやつもあるからね。ね、あれもね。オッケー、行きますか。いいですか。あの、で今日はこのじゃらん。亀ね、亀梨くんで おなじみの。ああ、サワーズね。はい、サワーズ。これが、この4択の中から、うん、はい、せーので、うん、持たせた。いや、そうかも。この、ここの今隠してる部分ね。うん、そうですね。ああ、すごい上手です。で、この、隠してる部分が、サクサクなのが、カチカチ、コリコリ、コチコチ。どれが書いてあるのかをせーので言って、あったら終わりにします。終わりにします。だから食べてみた結果でですよね。あったらって、こっちがあったら終わりな、うん、とこっちがあってプラス正解だったら終わりな。そうそう確かに3人とでただ揃ってあったら終わり。3人揃うまで食べ続けるってこと。そうです。一回食べてみて、このタイトルがそこの中から選んでせーので言ったのがこれとの正解であれば終わります。結構食べなきゃいけない可能性があるよ。そうですね。でもなんとなくグミでしょ、うん、グミで、はい、これない使わないじゃん。サクサクとかね、クッキーとかも、ね、あとカチカチも使わないでしょ、うん、硬すぎそうですね。これ臭すぎる。必然的にコリコリかコチコチか。ただコチコチもなんか硬そうだな、うん、え、これコチコタじゃないの。コタっぽいね。コタ、コチコタか。コナチネじゃないの。コナチネ。そんな。コナチネ。だからもう大体コリコリじゃないかな。はい。じゃあ予測したところで、実際食べて、食べた感じで当ててもらいます。はい、どうぞ。まあ甘いのいっぱい作らない。でも2種類あるからね。味品、味が。結構これね。3種類、4種類ある。結構ある。あ、ほんと、あ、ほんと、あ、2種類あると思った。はい、これ2つじゃない。もう食べていいんだよ。はい。あ、これ分かった。これね、いただきます。食べればわかるかもね。これね、はい、食べていいんだね。よ、ゴリゴリです。ゴリゴリ、あ、ゴリゴリね。あ、見えてないやつが。ドラッグして色反転すると出てくるやつ。そうそう。はい。どうだろう。寒いからね、余計硬さが増してる気がする。これはないな。申し訳ないけど、まあ、うん、ない。サクサクはないね。これサクサクだったら、うん、会議でこれ通したの。そうですね、これ上のもの大間違いじゃん、うん、上のもの読んでほしい。やっぱサクサクだけは擬音だもんね。ん、いや、擬音じゃないか。いや、なんつうのかな、擬態。コリコリとかは擬態でしょ、どっちかっていうと。音はなんないじゃん、コリコリ。ああ、まあまあ、そういうこと。じゃあ、擬態とも言わないけど状態表すから、ね、カチカチは硬いとか。ただサクサクはそうか、音だから、うんうん、なるほどなるほど。じゃあ、食べてみたところで、これ俺分かった。俺分かった。俺分かった。ここで口裏合わせないでせーのでいきますよ。いきますよ。いいよ。せーの。こちこち。こちこち。コリコリ。コリコリ、こちこち。3つ分かれたのね。2人がこちこち。カチカチ。俺こちこち。あ、3人。全員バラバラでした。全員バラバラでした。じゃあ、どの道やり直し。そうだね。もう一回食べなさい。どうせダメでした。どうせダメです。何食べても同じなんだよ。そうそう。食感は合わないから。でも違うの、ほら。違うやつ選んでも、あ、形がでも違うからね。そう、4種類違うから、星、ね、の形に、うん、星、ドーム型だ。いや、私とかよ。はい、じゃあ行きましょう。グリグリやね、これね。グリグリないない、ずっとないやつ言ってる。グリグリとゴリゴリやつ、さっきね。もう食べたか、違うやつ食べた、さっきと。うん、うん、うん、じゃあこれだな、じゃあこれだ。いいですか。まずは揃えなきゃいけないの。そう、揃わないとね、まず、選択肢減らせる、うん、はい、せーの、コリコリ、コリコリ、コリコリ、こっちこっち合ってない。下東大にやっぱ合わせに行くじゃん。ああ、でも東大が変えましたよ、はい、どうぞ。いやね、じゃあこれいくら食ってもよ。じゃあ制限決めるか。星型5回じゃない。で、5回で合わなかった場合、6回以降は1人当たった人で正解にします。ね。何時になるか分かんないからね。オッケー、オッケー。いきますか。
いきましょう、せーの、コリコリ、コリコリあったね、うん、コリコリ、正解は残念、え、なんだよいや ただフィギュアスケート綺麗だった、すごい、すごい、なんか映ってる、映ってる、すごい、スローで、スローで、なんだっけ、コリコリじゃないの、コリコリ以外の3つで選んでもらう、はい、じゃあ決まりだよ、決まった、一回一回食べなくていいんじゃない、もう。もう大丈夫、食べなくて。全然味違う、これ。味違うんだ。うん、顎が疲れてきた。硬い？割りかね。だってサワーズ史上ナンバーワンの硬さだもん。そうだ。うん、って書いてある。はい、いきましょう。はい。せーの。こっちこっち。こっちこっちだった、全員。こっち。あー、残念。え？残念。こっちだ。今5回まで行った？今4回目。4回目。マジかよ。じゃあ結構ベタでいいのこれ。ってことですよね、じゃあ。となると？いやもう1個しかないよ。だって1個はもう企画会議で持ってないから。2つに1つですよ。これ外したらもう残念だからね、罰ゲーム。罰ゲーム？罰ゲーム残ったやつを。後出しはやめて。はい、行きますよ。せーの。カチカチ。正解だ。正解。カチカチ組でした。カチでした。いやいや、美しい。あ、ちょっとね、右手切れてました。下の方の手で切れてましたよ。関係ない、左手が伸びてる。はい。カチカチチビサワーズでした。フルーツアーソート美味しいので召し上がってみてね。はい。ここまで硬くないですから。本当？カチカチじゃない？本当に硬すぎるんじゃないのって思ってる視聴者の皆様、安心してください。回し物っぽい。多分ね、慣れてきて噛めるようになった後の最後にカチッと音がするの。顎の問題。顎の問題。顎関節症。それはあなたの体だ。だから俺一発目カチカチって言った。出た出た。一発目カチカチでした。中になんかカプセルみたいな。カプセル入ってた？マックスイッチみたいな入ってたの？最初噛み切れないでしょ。噛み切った時に切り終わり？カチッ。知らなきゃ、体のにゃらかみたいな、そんな長い、そんな感じだったよ。はい、チャンネル登録よろしく。